はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回も酎ハイです。バリューローソン。ローソンの、これローソンストア100ですね。で、売っていた、ストロング9ドライという糖類0。アルコール度数 9% の、これ甘味料入ってるの？こういう方入ってない。原材料が醸造アルコールと酸味料と香料。ああ、よかった。甘味料入ってなかった。製造者はこれサンガリアですね。12サンガリアで有名な。サンガリアでございます。ああ、よかった。このストロング9シリーズ、これ、確かレモンがね、甘味料入ってたんだよね。だから買わなかった、俺は。これは確か、あれは、賞味期限は2017年の4月なんで、今月中に飲まないとやばい。危ない、ギリギリだった。ギリギリですね。ギリギリ。乾杯。なんだこれ。このさ、サンガリアのさ、酎ハイってさ、ほとんど当たりがないんだよね。まずい。一言で言うと、まずい。なんだろうな、なんか変な、口に入れた瞬間に変な味がするんだよ。今まで感じたことのない、酎ハイで感じたことのない、なんか異質な香りが口の中に広がるんだよね。まずいね。で、味としては無味なんだよ。ほぼ炭酸水を飲んでるかのごとくなんだけど、変な風味がふわっとくるんですよね。パンチに。最初の、右ストレートで、変な味が来て。で、あと特に、っていう感じ。なんだこれ。ストロング9ドライ。ストア100で、酎ハイとかでググれば出るか。なんか、まずい。なんか、腐った水の風味みたいなのが、するね。なんか。なんだこれは。これは、捨てていいですか？これはまずい。冗談じゃない。なんかね、飲んでいくとね、嫌なね、吐き気がね、催してくる。これダメだな。大体がして、飲んでてもほとんど炭酸水だから、のまずいバージョンの炭酸水飲んでるみたいな感じ、味。これダメですね。却下。これは捨てるわ。これは無理。これ拷問じゃないけど、何か、まずい、賞味期限が切れて、なんか若干腐り気味の炭酸水を飲まされてる感じ。だって賞味期限切れてないもんだって。賞味期限2017年の4月って書いてあるから、まだギリギリ大丈夫や。そう考えてこの味ってことは、あかんな。これは捨てた方がいい。
8121です。ご視聴ありがとうございました。